今、地図、一番大きいサイズの地図をつなぎ合わせていっておりますが、ここ行けるかな？山かな？これ。ここ山かもな。とりあえず、ここ行こうか。行ってから様子見ようか。あ、ちょっと待って。上の巨大建築の、この真上に伸びたところが、山のところか。まあ、行こうか。こっち側の。この建物の端っこまでは表示されてなかったんで、ここまで来れば1枚取れるでしょう。はい。で、これ見ながら北側行けばいいか。この真上。これどこになるんだろう。この道の延長線上のとこで1枚取れるけど、この周辺の地図埋めたらちょっと橋を仮で建てたいんだよね。またアーカイブ変えてんの。目安となる感じのところ。この橋の延長線上、ここの北側あったっけ、このもう一個向こうだったっけ。ちょっと覚えてないな。真ん中からちょっと右側に行けばいいんだけど、あそこちょうどいいくらいかな？ここちょうどいいくらいかな？ここ使えば。下が見えない。もうここまで行けばいいか。これで山のところ取れました。2個分いってないよね。ちょっと境目が分かりづらいな。一旦持って帰るか。これがここかなと思うんだけど、で、これが、いいね。で、ここ埋めるのがどうなるんだ、これ。巨大建築の、半分から左側で、道のあたりか。巨大建築の半分からこっち側で、道のあたりくらい。例えばさっき行ったところくらいでよかったんだ。一応道が表示されてるところまで念のためにとこうか。境目がよくわからんかな。この辺りまで OK で、半分からこっち。この辺りならいいでしょう。
あれ？あ、何？なんか赤いのあるな。キノコかな？キノコかな？あったっけ？じゃあこれってここは OK。 上が埋まったな。やっぱこれくらいの範囲は欲しいね。海側やるようになったらもう1枚分くらい上欲しいけど、まだ道は繋がってない。あ、でも微妙にこの山の凹凸みたいなのも微妙に表現されてんね。で、どのあたりになるのかな。これかカエルの施設かな。カエルの施設2本分の。日本文からした。カエルのところ、この日本文台のこれからしたあたり、このあたりかな。いいかな。これが綺麗に表現されとる。気になりますね。面白いですね。こうなんか忠実に、当たり前だけど忠実に描画されるのがいいね。でここ表示されてないから海画面とこ表示してみようか。あ、海画面とこね。なんか今から開拓していきそうな範囲のところまで作れたらいいけど。で、これここか。こっち側もちょっとやりたいけどな。これ繋がってんのかな。一応、あ、思ったよりここ空いてないんだな。繋がってる可能性あるかな。巨大建築から南に向かって道が伸びてるのがあったと思うから、繋がってる可能性がある。丁寧にやりがいがあるかな。こう綺麗に表現されると。これがどうなるんだ。巨大建築の下、ここじゃないのか。ここだよね。あ、つながってるわ。でここだ。おお、なるほどなるほど。ここがカエルのところで、ここがウミガメのところ。ここは何もやってないけど、一応、あ、ここ、そっか、マップを埋めるという感覚がなかったけど、やばい、ここ埋めるっていう感覚なかったけど、そっか、開いただけじゃ表示されてないんだもん。埋めないといけない。めんどくせえ、こんだけ行くの。こことここで、橋を架けたいなと思ってるのが、こっからここ、あ、でも微妙に表示されてるね。海の深さも一応なんとなく分かるようになってんね。桜のところの南側と、
この端っこがここも。ここ、とりあえず埋めようか。あ、ちょっと。アーカイブ開けて、こことここ埋めてこようかな。